藤シルバー巻いてきた、ヘディングが同点、上田取り返したか、上田のヘディングで2対2、見てるんでしょうね、あの自分のミスを。そうですね、アントラーズの前半の2失点目は上田のミスからでしたから、よく取り戻したね。3節前のガンバ大阪戦でもアディショナルタイム最後決勝ゴールをヘディングで決めた上田、中澤とですよ、ここを譲らないところでね、中澤と競りながら決めた、頭下